どうも、不動産屋の店長です。たまにはリフレッシュをしたいなと思い、あえて横浜でですね、観光をしてきました。皆さんご存知か分かんないんですが、横浜駅にですね、この横浜ベイサイドブルーというバスがございまして、主にですね、最終的に中華街とかであったり山下公園というところですね、そういったところに行けるバスになるんですが、こちらですね、見ていただいている通り、なんとバスが連結型のバスになっています。はい、こういうバスを使ってたまにはですね、気分をリフレッシュした上で新しい場所を発見したいなというふうに思い、今回はこちらから動画を送ってみたいなというふうに思っております。はい、車内の様子も見ながらぜひお聞きくださいませ。本日のテーマ、酷暑、物価高、円安、トリプルダメージ、家計も炎上、回避できるのかというところでお話してみたいと思います。こういったですね、皆さんのやはり実質賃金のマイナスであったり、電気代、あとは税金も上がってますよね。そして円安、こういったところが全てやっぱり不動産と密接な関係になっているというふうに私自身は感じております。つまり豊かでないと、賃貸を借りるにしても収益不動産にチャレンジしようとしても、もちろん不動産売買にしても、不動産売買の場合は今回のマイナス金利解除というところの視点もございますので、そういった面でいくと、やはりお金周りの不安が募ってくると、当時のリーマンショックまではいかないとは思っているんですが、やはり不動産を動かしたいなというふうな気になれないというところがポイントかと思っています。はい、実質賃金のマイナスについては現在25ヶ月連続低下ですね。はい、今左手に見えるのはこれアンパンマンミュージアムですね。今日は平日に撮っているんですが、非常に多くの方が来場しているように見受けられますと。はい、あとは電気代ですね。エアコンを使ってしまうと電気代も高騰してしまう。はい、特に今ご高齢の方はやはり、インフラですね、電気代を節約したいということで、エアコンを使いたがらない方も増えているという話をよく聞いています。はい、そしてですね、働いている方については、より所得税であったり住民税等ですね、こういった税金も上がっているというところで、地域によってもそうかもしれないんですが、森林税ですね、こういったところもですね、増加しているというところもあると考えております。はい、そして何より厄介なのが、また高齢者の話にはなってしまうんですが、後期高齢者の方、75歳以上の方で、かつ一定収入ある方についてが、いわゆる、保険ですね、これもご存知の方多いと思うんですが、1割から2割の変更、はい、これはですね、多大なダメージではないかなというふうに思っております。はい、またですね、収入面というところでいくと、社保ですね、社会保険のパート、収入の 10% がですね、おそらく今後ですね、保険で消えてしまう。これはですね、大きな問題になるかなと思っていて、何かというと、やはり今ですね、会社の規模51人以上で、かつ月8万8000円以上ですと、社会保険の加入というところをもう、必須になってしまう現状になります。はい、つまり、厚生年金とかですね、そういったですね、保険の適用というところの面でいくと、非常に有利な部分が出てくると思うんですが、目先の利益、収入というところについては減少してしまうというところが、今回の大きなポイントになってきます。はい、その中でですね、今回定額減税というところで、皆さんの収入面というのが一定時間、一定時期ですね、増えるという試みは確かに出てはいるんですが、ちょっとこう、なんですかね、実感度としては非常に低く感じてしまっているんではないかなというのは、これは個人的な見解になっております。ね、こういうですね、暑い時期が続いてしまっている、物価高、円安というところで、やっぱこういうものをですね、脱会したいなという思いもあり、各企業様もですね、今いろいろな取り組みをして考えていらっしゃるところがあると思っております。これはニュースとかで私もよく見ているんですが、例えば大手コンビニなどで行くと、消費期限ですね、賞味期限が切れそうなものについてをやはりこう値引きする、そういった傾向も今各社ともですね、より強くなってきた傾向があります。実際にですね、名前を挙げてしまうと、やっぱりセブンイレブンさんとかに行くと、やはりですね、お昼時間
から少し過ぎた時にですね、訪問した時にはやっぱり 10% とか20円割引とかそういったものをですね、貼られているケースっていうのが今回見受けられました。はい。で、まあ、いわゆるですね、食品ロスを減らすっていう面ももちろん企業にとっては大事であり、はい、かつ食品ロスも減らしつつ、まあ、購入者、消費者の方がご購入できる仕組みを作るっていう面でいくと、まあ、この国についてはやはりこういった、まあ、低価格戦略っていうのが一定数効果が見受けられるというふうに考えております。はい。あ、今ちょうどみなとみらい方面に着きましたね。はい。まあ、イベントとかよく行うパシフィコ横浜ですね。パシフィコ横浜、はい、ぜひですね、皆さん覚えていただけたらと思っております。横浜市お住まいの方はもうご存知の場所だと思うので、見なくても結構です。はい。あとはですね、まあ、そういった面でいくと、まあ、ガソリンであったりそういった省エネっていう目線でいくと、まあ、今ですとやはり、車の購入を控えて、まあ、本当にレンタル、場合によってはリース、そういったものに切り替えていく若者世代も増えているっていうのをよく聞いております。はい。つまり、いわゆる消費ですよね。消費の目線からいくと、物を所有するところからシェアであったり、そういったものをですね、より今後活用していく世の中に強くなっていくのではないかなというふうに思ってます。はい。これはですね、ニュースでも私見たんですが、ご高齢の方がいわゆる C2C、メルカリとかであったり、ヤフーショッピングなどをですね、うまく活用していらないものを自分たちで処分する、はい、で欲しいものを中古などでもいいから活用してご購入していく、そういった視点をですね、皆さんやられている傾向も、これも徐々に増えているというところです。はい。これはですね、私もこの前、スーパーかな、いや、ドラッグストアとか行った時にメルカリ教室とかやってるんですよね、空きスペースとかで。はい。そこに来てる方よく見ると、やっぱりかなりご高齢の方が、皆さんもスマートフォンを一生懸命操作しながらやっていたところを見受けられたので、それぐらいですね、やはりまあディフェンス型の思考っていうのがやはり皆さんの中で、現在、続いていくんではないかなというふうに思っております。で、まあですね、ただ私もですね、やはり不動産管理をですね、やっぱりやらせていただいているところを見ると、やはりまあご高齢の方の熱中症というところをやっぱり非常に不安に思っているところではあります。まあ、こう熱中症になってしまうというのはやはり水分不足もそうなんですが、まあ、エアコンを使わないということで、やはりお部屋の温度がやっぱり室温が30度を超えてしまうというところが、この気温だと出てしまっているところがあるので、ぜひですね、まあ、体調面をやっぱりこう維持する、守るためにっていうところでいくと、こういった酷暑をですね、まあ、暑い夏の時期を耐えるためにはぜひですね、エアコンだけは使ってほしいなというのが、これは不動産管理視点の面でもあり、私個人の視点でもありということで、ぜひお願いしたいなというふうに思っております。まあ、今日ですね、ちなみに私、横浜にあるハンマーヘッドというところをですね、まあ、買い物がてら目指してこのバスに乗っていたんで、まもなく到着するところであり、右側が、コスモランドだったかな、はい、遊園地であり、万葉クラブというですね、横浜の、まあ、温泉ですね、はい、こういったところもですね、横浜市にはございますので、あ、これちょうど今左側に映っているのはカップヌードルミュージアムですね、カップヌードルミュージアム、はい、まもなくこちら到着して、ハンマーヘッドというところでですね、ちょっと買い物して、またゆっくりご飯でも食べながら戻っていこうという今日は休日を過ごしていました。はい。皆さんもですね、ぜひこんなスポットがありますよというのがありましたら、やはり不動産屋としてですね、いろんなスポットを巡り、新しい知識をどんどん取り入れていきたいなというふうに思います。はい。ぜひコメントで教えていただけたら幸いです。はい。ではですね、今日の動画は以上にしたいと思います。最後にこのバス停から降りてバスの様子を映しつつ終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。